ちのアドバイスは二転三転を繰り返し、いつしか日が沈む時刻になっていました。どれだけ理不尽な扱いを受けても、けなげにうなずいていたマッチューリも、休憩なしの撮影が答えたのか、めまいを訴え、今は裏で休んでいます。スノーは心のどこかで、作品の出来栄えよりもマッチューリの解放を優先したいと心が傾いていました。ですが、その心配をよそにしばらくすると、マッチューリは撮影現場に戻ってきました。しかし、またもや間の悪いことに、茂みがガサゴソと音を立て、邪魔者が飛び出してきました。わしじゃ、我が輩じゃ。見てください、変なの落ちてました。みんなでこれ使って遊ぼう。今日の売上報告をします。